早くてやまる、どうもれいまるです。欅坂日向坂メインで動画撮っているので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はね、イベントの結果をね報告したいなと思います。じゃん、230位ということで無事終了いたしました。いや、目指してた500位以内をできてめちゃくちゃ嬉しいし、まあ、230位って、まあ、全プレイヤーの中で230位ってめちゃくちゃ嬉しいなって思いました。まあでも230位って言っても称号的に言うと100位から1000位の称号なんですよね。だからそんなにまあ230位取ったからといって何が変わるかって言われたらあんまり変わんないんですけど、まあ自分のね、達成感としては230位っていうのは本当に良かったし、この称号をもらえたのめちゃくちゃ嬉しいなって思います。でね、この今回ね、走ってみて思ったのが、やっぱり時間の使い方かな、効率の良い時間の使い方、やっぱボーナスも大切なんですけど、時間をかければかけるほどやっぱポイントはかさむし、ボーナスが少なくてもたくさん周回すればするほどポイントはもらえるので、やっぱり上位の方ってね、本当にそれを努力して周回とか考えてイベントを走ってるかなと思うと、すごい尊敬する点もありますね。ツイッターとかね、いろんな人見てて思いました。自分もね、次イベント走る機会があれば、ちょっとね、もうちょっと効率の良いとか、もっと回りやすい立ち回りとかをしてみたらいいかなってめちゃ思いましたね、今回のやってみて。けどまあ最後夜中めちゃくちゃ頑張って走ったのでって感じで、はい、じゃあちょっとね、アップデート内容見ていこうかなって思います。アップデート内容、まあ他の YouTuber さんとかやってるのでそんなに詳しくやらないんですけど、一番は僕は一部メンバーの髪型は変更かな。これがもう今回のアップデートの中で一番でかい気がする。本当にこういうなんか心遣いはめっちゃ嬉しいし、一番感じたのはみーちゃんかな。みーちゃんは今さえもじょ衣装つけてるんですけど、普段の制服の髪型が、黒髪ロングになりました。いや、ありがとうございます、運営さんありがとうございます。ということで、前まではね、金髪茶髪のショートやったんですけど、洗剤がそれが黒髪ロングに変更されました。こういうなんかアップデートでこういうね、メンバーの最近の身近な感じになるのはすごい嬉しいなって思います。あとみんな気づいたと思うけど、テチかな、テチの髪型が、髪の毛、テチの髪の毛がちょっと伸びました。いや、もうこういう気遣いね、嬉しい。いや、めちゃくちゃ嬉しいね。まあ、あとはマナフィーかな。マナフィーの洗剤の写真がロングなんですけど、でチビメンバーもロングやったんですけど、この制服の方ショートになりました。こういう気遣いね。今回のアップデートで一番でかいのはこれ。メンバーの髪型の一部を変更された。いや、これね、もうめちゃくちゃ嬉しいね。まあ、よく言えばね、メンバーによって髪型を好きな髪型に変えれたらなってめっちゃ思います。なんか、わかる？このね、サイマジョモンちゃんはロングなんですけど、やっぱ今のモンちゃんって髪の毛短いじゃないですか。短めじゃないですか。このモンちゃんでサイマジョの衣装を着たいとか。いや、なんか髪型もカスタマイズできたらなってめっちゃ思います。最初のね、みーちゃんの黒髪ロングで最後の衣装着させたいなみたいなとかはめっちゃ思うから、いやー、まあ、わがままなんですけど、まあ、よく言えばそうしてほしいなって思います。まあ、パラメータ重視をしてるから、まあ、最後の衣装着させてるねんけど。ということで、動画の最後に、イベント最終日に夜中走った様子を動画に撮っているので、それもぜひね、ご覧ください。ということで、本日の動画以上です。バイ。では、動画どうぞ。